おお。いいやんいいやん。何ついで？ステージ21シークレットミッション。あ、お母さん来たよ。隠さなくては。え、待って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 。なんだ、どうするんだ。え？何これ。なんか出てきたんですけど、でも何もできない。ん？これは何が出てきたの？ 8 って書いとる。あ、ゴミ回収されてったよ。泣いてる泣いてる。普通に引き出しに入れればいいだけじゃない？何これ。あ、なんかコード。ん？これで加湿？あ、そういうこと。582。え、3桁やった。あと1個あと1個。あ、そういうことか。待って、これか。え、5238ってことかな。5238。めっちゃ時間かけるやん。で、ここにしまうと。別に鍵がかかっとる方じゃなくてもさ、親が勝手に机の引き出し開けることはないと思うんやけどなねえ、普通にないよね。開けるんかい。え、怖い怖い怖い。何しに開けるん？意味がわからんねやけど。ゴミの回収しに入ってきて机の引き出し開けるって意味わからんくない？え、謎すぎる。ステージ22刺激ラン2。お、2来た。これ拾っていいんよね。あー、怖い。これは拾っていいというか、何拾うべき？え、何？キラキラしたエロ本ゲットしたんやけどどういう、あ、なんかボーナスステージみたいなの入ったぞ。おお、全部拾ったよ。パーフェクトやったね。20冊。どんだけ抱えて帰るねんいや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 、親から隠しまくりよったのに、あんな山積みにしてベッドの上置いとったらいかんよね。23緊張の修学旅行。あ、席でさ、男女が隣になるなんてことなかったんやけど、男女完璧に分かれとって、どういう体勢？ちゃんと後ろに持たれて。え、なんだこの子。トランプ持っとるね。一緒にトランプやろうやえ、何か取れるものは。ん？これもなんか押せるっぽいけど。販売員のお姉さん来たよ。おー、イケメンだね行動までイケメンだね。あ、邪魔やったなってささっとのけれるの偉いじゃないか。いや、食べるよりまずさ、なんでスッと開けようとするんやろ。落としましたよってお姉さんに戻せよ泥棒やんけ。何かな。でもやっぱりこれは登場させるべきで、荷物前に置く。行って一応拾います。お、反対向いた向いた。これでトランプしようぜって。絶対この男の子めっちゃ人気者やと思うあ、ステージクリア。あ、側のポテチを拾った意味はなかったってことやね。まあ落としっぱもあれやけんね。ステージ24、女子部屋への道。男子の部屋とかって別に行ったことなかったと思うな、多分。うん、覚えてねえや。よその部屋に行ったことないと思うな、多分。うん、夜中まで起きとったことは何回もあったけど。女子の部屋に遊びに行く？そんなイベントをついて行かざるを得ない。そうなのね。なんでまとめて一緒に行かんかったんよ。お、懐中電灯。ん？なぜ花を下に置いたんだろうか。え、それ危な。お？電気を外した。あれ、電気外したんじゃなかったん？めっちゃこうこうとついとるけど。あ、一人だけ寂しい。つらい。え、何？一人だけめちゃくちゃもたもたしとって、あっちに行けんかったってこと？でもこの辺、これなんかいろいろ取れるってことは、取ったよね、あれ。取ったのになぜ電気がつくんだ。え、で？あっちに行きたいんだけど。お、なになになに？なんか部屋に戻ったぞ。え？何？ひよったの？戻るなよ。行けよ。懐中電灯をさ、こうやってなんか着々と準備しようんやけど、これの意味は一体何なんやろ。え？これで行けばいいのか？おーっと、いけたの？今のめちゃくちゃ目の前におったけど、まああれか、なんか今のは暗視カメラの映像的な感じで、実際にはめちゃくちゃ真っ暗で見えんかったってこと？そういうこと。よかったね、楽しい青春が遅れて。ステージ25、お土産選び。生八つ橋やって、京都や京都。京都に修学旅行行った時さ、マジでその辺、生八つ橋だらけやったんやけど、それまで八つ橋ってめっちゃ聞いたことあったけど、生八つ橋ってなんやねんって思った記憶。いや、現地の人たちにとっては当たり前のものなんかもしれんけどね。お土産頼まれてるけど欲しいものもある。どっちも買えたらいいのに。え、それは何？どうするの？どっちも買えたらいいのに。お土産買い。え、まさか木刀が欲しいとかそういうことじゃないよね。なんか木刀よく見るけどさ、いらんくね？ 1500 円しかないんやろ？で、これ多分値段が生八つ橋と木刀が1000円1000円。ほら、木刀欲しいんや。いらんやろ。何が欲しいの？何あれ？シール？吹き出しの中の取れるかと思ったけど無理か、それは。なんだとりあえず生八つ橋ゲットしたけど、木刀もゲットして、あ、これなんか、はい、どうぞ。あ、ハンカチ？なるほど。あ、500円割引クーポンもらった。やったね。じゃあこの割引クーポンどうすればいいんだ？あ、これでもうお会計進めばいいんかな。あ、生八つ橋、で僕とで500円割引クーポン1500円。おー、綺麗に木刀で1000円、そんなものに1000円も無駄でも大人になったらさ、節約するけど、なんか修学旅行とかね、ああいうのって全部使い切ろうとするよね、お金ステージ26、手紙の返事は。あ、あの時の女の子のやつかな、もしかして。あ、ほら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 。おー、返事。なんでみんなさ、この男の子を仲介するわけボールが取れた。このカバンも取れんのかーい。なんか目立っとるけん取れるんかと思った。犬だ犬だ。渡しておいてって頼まれたけど、人目が気になる。なるほど。人目。どうすればいいんだ？人目を犬の方に集中させ。おー、なんか犬が人気者。じゃあこれであとは告白の現場にしか見えんけど、今のは良かったんやねステージ27、何着ていこう。なんか充電なかったよ。待って、今洗濯物からめちゃくちゃ水滴ってなかった？あんなに滴ることないよね。何？着ていくものが全部洗濯されとるってことあれはなんか、脱水機能とかないんすかね？洗濯機に。あるよね、普通。なぜこのマットの下に。とりあえずさ、スマホの、あ、ここか。とりあえずスマホの充電して、友達と遊びに行くのにいつもの服がない。何着ていこう。友達と遊びに行くのにいつも同じ服ってこと？いかんやろ。それはそれで、良くないでしょう。でもこの服ってこと？どうにかしてさ、ウォータウン ZOZO やね。なんかいつもと全然違う毛色の服装ですけど、どうした？引かれてますけど失敗でも自分のセンスで選んだ服なんやろ。しょうがないやん。それを失敗って言われてもね。とりあえず、充電するやろ。で、充電はいいんやけどさ。待って。なんかドライヤーとかないんかな。あと、ストーブとか。いや、このさ、服を乾かしたいんですけど。びっしゃびしゃの服で。いや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 。めっちゃくしゃみしてる。いや、くしゃみどうこうよりも、そんなびしょびしょの服で行ってもね。なんだなんだ？このスマホは何の意味があるんやろ？ちょっとよくわからないんですけども。あの一瞬でよかったなんか連絡する？ここ集合な。やばい、服がない。グーじゃなくて。なんか来たよ。もしかして服買ってきてくれたとかそういう？服持ってきてくれたってことかな？なんか自分の服。めっちゃいい友達やん。確実にモテるわ。めっちゃいいやん。ステージ28、バレンタインデー。先生の見張り方よ。女子からチョコを手渡されてみたい。たとえ義理でも。たとえ義理でも。うん。これは一体、あの男の子かな？もらってる。なんかあれやね、キティちゃんを彷彿とさせるような色味やね。あ、ここでももらいよりやん。このチョコを。やっぱこういうのね、バレンタインの日ってめっちゃなんか監視が厳しかったよね。特に中学。家に帰ってから渡しなさいみたいなことを言おったけど、家に帰ってから渡しなさいって言われてもね、相手の家知らん人だっておることない、普通に。あ、これなんか全部食べた後ってこと？なるほどね、そういうことか。学校でもう全部食べ終わったんやね、この子は。すげえやん、きっちり食べてくれるんやね。なんだ、何をすればいいんだ。ここの戸を閉めることはできない。この箱を持った状態で帰ろうとすればいいんかな。いや、悲しげに帰ってっただけなんですけど。ダメだ。他、なんだ？他に何もできる。揺り起こす。おい、起きろよ。なあ、起きろって。みじんも起きてくれない。先生、空っぽの箱持ってどっか行っちゃった。お。あれはあれかな？友チョコ交換みたいな感じかな。あ、起きたよ。おー。いいやん、いいやん。何、ついでじゃんわけじゃないんかな。元からこの子にくれる予定やった。どうした？まずいのか。いや、失敗って言わんといてあげて。せっかくもらったのに。じゃあ、なんだ、どうすればいいんだ？で、これを先生に渡して退散してもらいます。で、真ん中の子はいかんわけやね。でも、チョコレートってさ、いや、チョコじゃない可能性もあるんか、クッキーとかの可能性も。この子は一緒に連れて行かん方がいいんかな。あ、待って、こっち。これで帰ろうとしたらもらえるとかいうことは、いや、普通に帰ってったな。あの男の子ありきじゃないともらえんってこと？でもどうやったら他の子のがもらえるんやろ。先生がいると怒られちゃう。何かを渡すといてくれそう。いや、どかせたんだよ。ヒントに、先生に空き箱を渡そう。騙されてくれるかも。いや、1とそんな変わらんやん。ヒント3、ママのチョコを刺激に渡したらみんなで交換だ。ママのチョコを刺激に渡したらみんなで交換。どういうこと？ママのチョコってどれ？あ、もしかしてこれ、あ、なるほどね。自分も持っとったんや。なんで学校に持ってきとんやろ。家に置いてくればよかったんじゃない？はい。で、先生にこの空っぽのね、後から切れられそうやけど。そして、これを渡す。あれ？渡せなくね？渡せなくね？これで？おー！これでもらえたってことよね。え、でも、あの男の子に渡してないけど？ね、女の子と交換したぞ。あれでいいんすか？あの子、しげきって名前じゃないよね、きっと。ステージ29、ボタンの行方。第2ボタン。ボタンあります？え、何？売ってんのか？あ、かわいい！めっちゃかわいい！どうした？迷子？あ、ボタン。熊の目。待って。でもこんな目の熊どうよ。あ、でも喜んでくれた。かわいい。よかったよかった。何？妹？その見た目がめちゃくちゃ恥ずかしくない。あ、ステージクリアなんや。マジで？なるほど。ストレートやった。お？ん？次のステージがない。え、今のは？ね、あるよね、これ。これ次のステージやろ？これステージ30ってことか。ここからしか行けんのやね。次のステージが選べんかった。ステージ30、大人になっても、これちゃんとその5段みたいなのがあるんやね。え、もしかしてこれあの男の子？違うよね。絶対こんな嫌なやつにはなってないと思うんよ。勝手に。大人になっても、なんだ、何するんだ？これあの女の子かな？あの、辛いチョコをくれた。どうすんだこれ。ん？座りなよ。挟まれた。何？どうした？歌い出したぞ。え、でもこれはなんか OK なの？大丈夫？ぼったくられてない？お？ほらー。ほらー、恐ろしい。失敗。これは何すれば成功？なんか知らんけど、このロールキャベツは取れたんよね。どうすればいいんやろ、これ。お、なんか渡せた。何、食べたかったの？なんか休憩に入ったんです。あ、これで逃げれない。あ、いや、逃げた。帰りまーす。え、よかったの？あ、もしかして子供？ね、さっきの妹ちゃんにめちゃくちゃそっくりじゃない？あの女の子の。ってことはお母さんは。ほらー、やったー、幸せの家庭を持ってるじゃねえか。あ、あのクマ飾られとったよね。え、あれ妹ちゃんのじゃない？なんでこの家にあるんやろ。サンキューフォープレイング。おー、幸せそうじゃねえか。いいパパだね。よかったよかった。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことでなんか結構久々な気がする。ぬるっと終わるんじゃなくって、ちゃんとなんかストーリーがあって、なんかハッピーエンドみたいなの。やっぱこういうのの方がね、私は好きかな。幸せでよかったよかった。